black. こういう感じです。とても気になりますね。はい、ここランチもやられてるそうなので今日は取材したいと思います。いいですよね。昔からここの建物すごく気になってるんです。では参ります。あ、今日はなのかな、ランチメニュー、ビーフシチュー、カルボナーラのパスタ、イタリアンソースのハンバーグとなってます。ケーキも売られてるんですね。わあ、すごい美味しそう。わあ、凝ってる。素敵なお店ですね。なので、何名様ですか？娘です。はい、失礼します。すいません、どうしてくださいません、どうぞ。はい、ありがとうございます。ランチタイムは12時から2時なのでこの時点をご注意願いたいということです。10時前に入りますとオーダーだけは取っていただけます。今日のランチは日替わりになっているそうです。ハンバーグ、パスタ、シチューが日替わりになっているそうです。やっぱり喫茶店ですのでドリンクを頼んでいただいてプラス530円でこのランチが楽しめるというシステムになっているそうです。楽しみです。私ハンバーグにしました。シチューもいいと思ったんですけどやっぱりハンバーグ好きなのでそのお店の力量というかハンバーグの美味しさでそのお店の力量が分かるような気がするので私はハンバーグにいたしました。先にミルクティー持ってきていただきました。私は今日はハンバーグにいたしました。シチューにも興味あるんですけど私ハンバーグ好きなのでハンバーグにいたしました。このパンは何？チーズです。じゃあチーズ一つお願いします。こちらさつまいもの小豆です。あー、いいや。はい。これはくるみですか？そうですね。くるみお願いします。はい、何これ？あの、かぼちゃ。かぼちゃもお願いします。はい。で、これは？これプレーン。プレーンはいい、いいや。はい、これはチョコレートです。じゃあ、チョコレートも。はい。レーズン。じゃあ、レーズンもお願いします。はい、それぐらいですかね。はい、また。
はい、お声かけてください、はい、ありがとうございます。まあパンもこちらのお店のメインみたいです。これも食べ放題なんですよね、まあ、これぐらいのちっちゃい方がいろいろ食べれてありがたいです。こちらサラダです。ちょっと変わったサラダですね。なんか麺のようなものが入っていて、揚げておるわけじゃん。こちらで揃いました。ハンバーグとサラダとパンとドリンクです。ドリンク今日はこちら、アイスミルクティー450円です。それにこちらが530円でつきますから、980円のランチということになります。それではいただきます。
ですね、サラダもたっぷりだったので、結構サラダ、これごまドレッシングで、それでお腹いっぱいになります、キャベツが OK。そうして、パンも5つお願いしたんで、これ、こういう風に、バターとか、ジャムとか、ブルーベリー、オレンジマーマレード、いちごジャムがついてきます。で、このメインのハンバーグ、美味しいですわ。さすが長く続いてるだけあって、今日は当たりですね。ちょっとですね、パンにジャムのお店があるんで、ハンバーグは結構厚くしっかりしてるんで、なんかトマトにパンつけて食べてもいいです。はい、失礼いたします。トマトソース結構高いですよね。パンの感じになりますパンピンで食べるんだけどちょっとそうですね最初のパンだったんですけどちょっとパンピンでは塩辛いなんでパンをつけて肉をいただきますそうすると美味しいですこれぐらいで最初すごく美味しかったんですけどちょっとやっぱ塩味かってますねもうハンバーグで上がってるんですかあもういいですいいですはい、中いっぱいですお気に行く時間があるのでゆっくり食べていられませんハンバーグでしょうトマトの味が濃い分ハンバーグの味がそんなに入らないハンバーグだけではトマトとの組み合わせですごく美味しい感じトマトだけだとちょっと広がる全然できてるこのハンバーグすいません美味しいですお腹いっぱいですハンバーグ自体も好きになっていパンとサラダでいっぱいいっぱいになりましたお疲れ様ですお天気のオランダ屋さんですもうお腹いっぱいなんですけど。そうですね。冷たいね。上がるの。冷たい上がるの。はい、本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、この動画に対するご意見、ご要望、ご感想をコメントください。では、またねー。こちらはオランダ屋さんでした。